まめきゅんのぎたいはかせ、お姉ちゃん、ちょっとやすんでいくよ <laughs> <laughs> はあ、きもちいいなあ <laughs> もう、パランってほんとにおじいちゃんみたい なんだっておじいちゃんお姉ちゃんうわあこの葉のお化けだなにどこどこあそここの葉が一人でに動いたのわあ、本当だー博士、こっちを見てこの葉が動くのよそうかいちょっと見てみようか。 ああ、七節だね。七節そう。七節は、コの葉と同じような姿なんだ。ゆっくり動いて、肉食動物に見つからないようにするんだ。へえ、そうなんだ。そう。それに、卵も、コの葉みたいなんだよ。博士、七節って、おしゃれじゃないね。見てよ。 テントウムシやアゲハチョウはあんなに綺麗なのに。そうね。この葉と同じに見えるから目立たないじゃない。そうかいはハはハはハは。ははは。動物はだね。擬態といって敵に見つからないように周りの環境を使って隠れたり見えにくくするんだ。博士、それなら他の動物はどうやって擬態をするの コロン、画面のタコの足をクリックしてごらん。はーい。カメレオンやタコは体の色を周りの色と同じように変えるんだ。うわー、ほんとだ。タコが岩のように見えるね。そうだろう。カレーもこのように海の底で平たくなって砂や砂利の色と同じように体の色を変えるんだ。 フグが見えるだろうフグは敵が現れると空気を吸って体をくらませるんだ。こうまあ、呆れた。博士、他にどんな動物がいるのお、うっかりしていたな。シマウマの模様が見えるだろうクリックしてごらん。今度は僕が <laughs> シマウマの縞模様はライオンが見ると 目がくらむんだそうだ。何頭ものシマウマが同時に動くと、ライオンは獲物を探すのが難しくなるんだよ。ライオンは頭がクラクラして逃してしまうってことね。くんくんくん。博士、これは何の匂いく、臭いわ。スカンクだ。我々が敵だと思って、 臭いガスを出したようだもチャンネル登録してね。